エノキグサクレイファオーストラリスエルは、東大グサ科の総本で、普通に見られる雑草である。葉はエノキに似て、過剰の基部に雌花を包んで、アミガサ様の包容があるのが特徴。直立する一年生の総本。茎は、下部からチューブで枝を出し、高さ12から75センチメートルになる。葉は茎に合成し、長楕円型から高皮神経。葉の大きさは、 長さ3から8センチメートル、幅1.5から3.5センチメートル。先端は尖り、基部は丸くなっている。葉の縁は荒くて、先端の尖らない虚子が並び、葉の表面には伏した毛がまわらにあり、裏面では葉脈の上に毛がある。葉脈は三行脈、つまり、 主脈の基部近くから他よりはっきりした側脈が左右に一本ずつ出るために全体としては三本の葉脈が時に目立つ形あるいは五行脈である。葉平は長さ1から4センチメートル。拓葉は非新型で長さ約1.5ミリメートル。下記は8から10月で、溶液から1から5個がつく。まず大花が水蝶につき、 その基部に双方に包まれた目花がついている。花序は長さ1から2センチメートル。雄花のおしべの色が淡紅色なので、下水全体も赤っぽい色に見える。雄花は小さく、外に花皮片があり、これには額と花びらの区別がない。その内側におしべが内外に4本ずつ、計8本ある。花皮はつぼみの時にはつぼ型で、開花時に4つに裂ける。 この裂け方は、外側列のおしべ4本と、互い違いになる位置に当たる。おしべの花糸は互いに離れており、薬はそれぞれ背き合うようにつく。雌花では、花碑は3つに深く裂け、瓦重ねの形で雌しべを包む。花碑片は、卵形で先端が尖っており、先体が一面につき、表面には柔らかい毛がある。脂肪は、休憩で3出となっており、外面には、 細かなコブが一面にあり、また柔らかい毛が密生している。花中は三本に根本まで分かれ、それぞれ背き合うように出ている。果ては、休憩で産出に対応して三本の深い溝が縦に入る。その基部にある双方は三角状卵形で果実の時期には、計10から15ミリメートルほどとなり、二つ折り状になって中に果実を包む。なお、 尾花はおしべを抱えたままで散り、すると基部にある目花を抱えた包葉の上に落ちてたまり、そこで目花に直接に花粉を渡して受粉させるとも言う。和名は、葉がえのきに似ていることにより、別名のアミガサ層は、花序の基部にある包葉が二つ折りになっている様子が、農家のアミガサに似ているためである。ではどれくらいえのきの葉と似ているかというと、えのきの葉は高田ダ縁型から、 広玉五条大円形、長さ4から9センチメートル、先端は急に丸みを持ちその先で急に突き出して尖り、基部は広いくさび型で左右不相性、小波状の巨子が円にあり、若葉では両面に短く縮んだ毛が多く、産業脈がはっきりしており、葉脈は葉裏に突き出るとあり、大きさから全体の形や産業脈、波状に見える巨子、表面に毛があることなど、 確かに共通点は多い。長田はその中でも特に産業脈である点を取り上げて、似た点としている。日本では、北海道から琉球まで、国外では、アジア大陸東部に分布がある。平地の道端や畑などに普通に見られる。本種の属するエノキグサ属は熱帯を中心に400種ほどがあり、中には、ベニヒモノキエヒスピダなど、干渉用に栽培されるものもあるが、 日本には、本種の他には、木立網笠草栄院理カが、琉球列島の大東島に知られるだけである。これは高さ50から70センチメートルほどになるもので、果樹の基部の包容が、より多くて7枚までつき、また茎の株は木質化する。この種については初島などは、在来種のように扱っているが、大橋ほか編は、木下種扱いしている様子である。 またもう一種 A グレイセレンズひめきだちアみがさそうが近年期科種として千葉で記録されており、この種は花序の柄が短くて、規部の包容が密集してついている。なお、葉の細いものを、編種の細えのグサバリエーション、ランシーラタとして区別し、四国と台湾に分布するとする説もあるが、北村、村田や大橋ほか編はこれを取り上げておらず、ユーリストもこれを取り上げていない。 代わりに、北村、村田は開けでげの多いものを品種として区別して、ビロードへのキグサフォーム、ベラティナとする説を取り上げているが、大橋ほか編はこれも取り上げていない。ごくありふれた植物で、よく繁茂する雑草であるが、それ以上の害も利益も効かない。以下、佐竹ほか P 二 P229 大橋ほか編、ん、P148 以下、葉の特徴については、初島、 p366 大橋ほか編、ん、p148 初島、p366 長田、p169 長田、p168 巻き原げんちょ、p733 佐竹ほか編、p80 ちなみにそのためか、佐竹ほか編では、本種の葉の特徴に関しては、長大円形高皮神経と茎にご性の他には、具体的な細部の形質に一切触れずに、 えのきの葉に似てとやってしまっているのはあまりに乱暴な措置である。ちなみに、後継の大橋ほか編では、えのきの葉を思わせる形状という言葉の後にずっと、丁寧な記載がある。長田、P168 佐竹ほか編、P229 佐竹ほか編、P229 名言はしていないが、単独の種の項を立てず、本種の記事の中に触れてあり、熱帯地域の 雑草であると述べてあるのはそれを匂わせていると思える。以上、大橋ほか編、P148 佐竹ほか編、P229 北村村田、P77 ありがとうございます。